料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。数に限りがありますので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんこんにちは、特集のコウキです。サスケです。チャンネル登録、ベルマーク、まだの方はクリックお願いします。はい、というわけで、本日は未経験転職を勝ち取る人の特徴といったテーマでサスケさんと対談していきたいと思います。というわけで、まあ、今回この対談やろうってなったわけなんですけど、ちょっと背景の方、どういった背景でこういうのやろうと思ったのかってお話をお願いします。そうだね、今日はコウキやってくれたテーマは未経験転職なんですけど、まあ、そもそも僕もコウキも、まあ、未経験転職、つまり、はいはい、ファーストキャリアと違う領域に転職でチャレンジした、業界変わったとか職種変わったっていう経験があって、そこでまあ苦労した経験があるっていうところと、あともう一つは今特集でキャリア相談、無料キャリア相談っていうのを募集していて、そこで月次でまあ数十人の方とお接する機会がある中で、やっぱりこの未経験の領域にチャレンジしたい、転職したいんだけど、はいはい、どうしていいか分かんない、そもそも未経験だし、うん、何アピールしていいか分かんない悩みがめっちゃ多くて、あれはい、でただしそこに対するまあ対応策とか、まあ、特徴っていうところが、まあ、結構僕らとしてもまとまってきたので、うん、そこをちょっとお伝えする動画にしたいなと思って今日撮ってるっていう背景です。あ、ちょっとさすけさんかなり採用とかもやられてますね。そうだね、そうだね、うん、前職でもやっぱりこうカスタマーサクセスっていうポジションでの採用活動で、まあ、面談でいうと、100件以上確実にやってますし、ユースルに来てからも、まあ、数十件やってるっていうところで、まあ、人数でいくと3桁人数ぐらい面接経験してますし、キャリア相談の数でいうともっと受けていて、まあ、そこでやっぱりこうアピールが上手な人とか、うん、苦手な人とか、採用を取っていく人の違いっていうのは結構分かってきてるっていう感じがします。なんかちょっと意外ですね。やっぱ YouTuber にめっちゃ強いんで。ああ、実は YouTuber は僕の全体の1割ぐらいなんで。多分9割ぐらいだと思ってると思います。そう。実は一番。実は。他に忙しくされてるところで。まあ、普段の本業のところそうですね。行きたいなっていうふうに聞いていきたいと思います。はい。はい。では、それでは早速なんですけれども、うん、まあ、未経験転職で成功する人の特徴みたいな、そういうところがあるか教えていただけますか。うんうん、はい。結論3つあるなと思ってるんですけど、まずその3つに入る前にちょっと前提を押さえてるとよくて、はい、この前提でつまずいてるのは結構多くて、で、未経験転職でよくあるのが、なんでしょうね。結構待遇とか、まあ、条件だけをこう見て、あと気持ちでこう入ろうとするみたいな、ファッション系で行っちゃう人が多いんですけど、そもそもまず相手の視点に立つのがすごい大事なんですね。で、例えば企業側とかって人材が不足してるんで、ポテンシャルある人間取りますみたいな、キャッチコピーに採用活動してるんですけど、でも本音としては即戦力人材の方が欲しいに決まってるんですよ。そうです、当然、確かに当然マーケであればマーケ経験者が欲しいし、だけど取れないから未経験もっていうことを言ってるだけで、そこを鵜呑みにして、あ、じゃあ僕未経験で何も経験ないけどこのまま丸裸で行って成功するんだって思わないことですよ、はいはいはい、採用側の視点に立ってちゃんとそこを理解するっていうところ、本音の建前ですね。そうです、そうです、はいはい、でとはいえ即戦力人材じゃないから、即戦力でアピールはいろいろ難しいっていう前提を踏まえた上で、ただし企業側も短期ではいいけど中長期では戦力になっていく人材だっていうのを面接でアピールできないと落ちる、うんうんうん、このあたりの前提を踏まえて、理解する必要がまずあるんです、はい、でその中で、3つ、特徴があるなと思っていて、この3つを抑えている人材が結構未経験転職成功しているし、その後も活躍する可能性が高いというふうに、なるほど。ちょっと順番に聞いていきたいと思うんですけれども、うんうん、人間性って言うと結構ふわっとしちゃうなと思ったんですけど、うんうんうん、それは一体どういうところになるんですか？そうですね。おっしゃる通り、かなりいろんな概念を含んでるんだけど、はいはい、まあ、そもそも未経験かつポテンシャルを評価して、取る人材っていうことで、まあ、そもそもこの入り口の人間性に何か欠陥があるっていうふうになると、その時点で採用する理由がもうほぼなくなっちゃうんですよ。はい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 。だって例えば逆に人間性に何があっても採用するケースってやっぱりスキルを評価する、うん、やっぱそのハード面の強さを評価するケースって多いと思うんですけど、それがないんだからこそ基本に立ち返って、まあ、就活の時皆さん経験したようなやっぱりその自己責任の強さだったりとか、うん、まあ、基本的なやり取りのコミュニケーションのことだったりとか、まあ、嘘をつかないとか、そういったところがやっぱ採用活動の中でも出てくることがあるので、ここをまずしっかり抑えないとそもそもほぼほぼ無理だと思う方がいいです。なんでこれは当たり前なんだけど、意外とここが抜け漏れてる人が多いので、ここはちゃんとまず抑えようっていうのが一つ目です、はい、ちょっとネガティブチェックみたいな。そうだね、足切りに近いと思っていて、このラインは通常の即戦力採用よりも高いと思った方がいいと思います、はいはいはい、なるほどなるほど、挽回が効かないです。こう実際にこう面接されていて、ちょっとこれまずいかもなみたいな感じる瞬間が分かったりするんですか？そうだね、さっきの責任感の強さ、裏返しの弱さとか、はいはいはい、まあ、すごく多責思考だったりとか、人のせいにしちゃうとか、で、あとは、あと、我が強すぎる。はい、我が強すぎる、ね。そう、例えば未経験でチャレンジしようとしてるけど、もうやりたいことの、なんだろう、
あの思いが強すぎて、まだ何もスキルないのに、もうそこだけすごく強くアピールしちゃうとか、謙虚さが足りないって言ったことできるかもしれないけど、そういった人材は未経験でこれからいろいろインプットしなきゃいけないのに、扱いづらい印象を多分マネジメントが与えちゃうので、そこはある程度未経験っていう自分の立場を踏まえて、熱い気持ちをアピールするのは大事なんだけど、謙虚さもアピールするのも大事だし、そこはかなり意識した方がいい。これも相手の立場なんです。そうですね。それは僕も未経験から、まあ、編集活動とかしてます、うんうん。やっぱそこはエージェントの頃とかに結構言われたりしました、ね。うん、未経験ポジションでいきなりこれこれできますみたいなこと言っても何の根拠もないからっていう話を受けたりとかしたんで、こう見せ方のスキル以外のも大事なんだなって思いました。ありがとうございます。やっぱ背伸びっていうところを、ね、気をつけないと。後期もあの実際未経験転職をアクセンチュアってコンサルからユースフルって人材の、しかも事業開発のポジション。そうですね、うん。かなり角度違うと思うから、そこは意識したと思うんですよ。そうですね。それはそうかなと。まあ、ユースフルはちょっと業務委託で少し働いて入って特殊ケースだったんですけど、まあ実際他のメガベンチャーだったり、スタートアップだったりも転職活動して、社内でいただくところもあったりもしたんですけど、まあそこでもやっぱりそこは気をつけたなっていう、生意気にならないようにっていうの、当時僕も3年目とかで転職したっていうのを意識してました、ね。うん。だと思います。そしたら、続いて2つ目、ポテンシャルでした、ね。うん。そこも、具体的に教えてもらってもいいですか。うん。ポテンシャルを、まあ、うまくアピールするっていうことだと思っていて、これはもう少し掘り下げて、お伝えすることができる領域なんですけど、要は、ポテンシャルってどういうことかというと、普遍的に使えるスキルとか経験値を持ってますってアピールすることだったりするんですよ。はいはいはい。で、どういうことかというと、例えば、後期みたいなケースで、アクセンチュアのコンサルで言いました。で、スタートアップの事業開発に行くときに、やっぱ直接的なスキルはなかなか紐づかない。やっぱ事業開発やったことないから。なんだけども、例えば後期の場合は、プロジェクトマネジメントのスキルをこういうふうに持っていて、仮にプロジェクトを走り出した後に、このプロジェクトを回すことは得意ですと。で、こういう普遍的なスキルですよね。どの領域に行っても役立つであろうスキルっていうのを抽象化して持っている。それをちゃんと自分の中で棚卸しをして言語化してそれを伝えることができると、直接的にじゃあ例えば事業開発のポジションに役に立つって話ができなくても、あ、採用側からするとこの人は手前このスキルは持ってないけどその先のフェーズで役立つスキル持ってるなとか、もしくはこの手前のスキルが身につきやすい経験値持ってるなとか、全く関係ないところでも活躍できるポイントありそうだなっていう形で勝手にポテンシャルを想像するんですよ。はいはいはい、はい、なのでファーストキャリア、セカンドキャリアで培ったその領域に一見関係ない経験値とかスキルでも抽象化して言語化してみると、意外と面接官の評価に値するものがあったりするので、そこをちゃんと自分と向き合って、過去と向き合って言語化してポテンシャルをアピールできる素材を見つけておくって、ここすごい大事だと。なんか就活結構似てますね、そういう意味で言うと。そうだね、結局就活の後に僕ら転職のビジネスを始めたけども、やっぱりかなり似ていて、自己分析も必要だし、そうですよね、そういう過去と向き合って自分の現在の能力を可視化していくという作業全く同じなので、そこまでやった。そうですよね、やっぱり面接受けると必ずその過去で大変だったことなんですかとか、どういうところで自分の内に行きましたかみたいな聞かれて、就活だったらそれが学知かなと思うんですけど、まあ本質的なところは就活やってたからだと変わらないのかなって思います。そうですね、なんか特に多分第二新卒ぐらいまでだとかなり就活に近い感覚があって、ファーストキャリアの経験値を、なんだろう、具体レベルであんまり見ていなくて、ただどういう経験を積んできてどういう活躍できる可能性があるのかっていう視点で見てくれる可能性が特に高い領域なんで、就活により近いと思いますし、20代後半とかになってもそうすると新卒よりは、まあ、やっぱファーストキャリアの経験値とかもちろんたくさん見られるんですけど、やっぱりそこのある程度過去を抽象化して、その経験がどの領域に役立つものを持ってるか、伸びしろがあるかっていうところはいずれにしても見られる領域なので、これは皆さん第二新卒その後の転職フェーズでも必ず意識してやるべきかなと思います。ありがとうございます。というわけで、まあ、二つ目、ポテンシャルって話だったんですけど、まあ、過去を棚卸しして、具体的な事象をこう抽象化して、ポテンシャルがあるんだよってアピールできることが大切だと思います。めっちゃ大事だと思います。ありがとうございます。では、三つ目いきたいと思います。三つ目が、その業界の知識やこう前提を抑えておくという話だったと思うんですけど、こちらはどういった方でしょうか。そうだね。これが結構欠けてる人多くて、要は例えば未経験の新しい、業界、職種なんで、調べなくていいと思ってる人がいるんですよ。だって未経験だから、自分のポテンシャルサービスできる2番まで、さっきの1、2番だけ持ってれば採用されるしょと思ってる人がいるんですけど、そうではなくて、前提のところでも伝えたんですけど、やっぱり最終的にこの人が、その業界のプロフェッショナルに最終的になってほしいわけ、採用したそうです、ね、その段階で要は将来的にミスマッチが生じる可能性ってあるわけですね、その職種と業界と。
だからそれをできるだけ調べて、例えば業界の人に会いに行って、その職種の仕事の、例えば辛いところとか、まあ、いけてるところとか、全部分かった上で応募してきてる人と、それを調べずに、ポテンシャル一本で勝負してきてる人材だと、全然見え方違うし、採用する側からするリスクが違うんですよね。でそれをしてない人だと、じゃあこういうハードな経験待ってるんだけど、この子それに直面した時やめちゃわないかなとか、っていうふうに思うんだけど、それを、いや、例えば A さんに帯訪問させていただいて、知ってますと。でもそれも僕ワクワクするんですよねっていうの発言が1個入るだけで、皆さん相手の立場になると結構違うんですか、印象。違いますね、それは。はい。そこの努力を意外としない人が多いので、ちゃんと未経験だからといって調べなくていいということじゃなくて、むしろたくさん調べて、入った経験はないんだけど、ほぼ分かってますよぐらいのスタンス取れる方が絶対いいです。これまたまた就活に似てますね。そうですね。業界研究就活も同じような話を葉月さんが言ってたことを見た気がしますし、まあ、なんか就活の時ってきっとみんな用意どんで一斉でやるから業界研究ってきちっとやって対策、特にトップ集見てる方々だったらそういう風になると思うんですけど、周り見てても転職って結構適当にやってる人が多いんですよ。まあ、紹介されてとりあえずエイヤで行ってみるみたいないう印象が強くって、なんか本質的にはそこ同じかなと思って、自分の研究をして相手の研究をして、でそこでこうすり合うポイントっていうのを面接の場でアピールするっていう話なんで、まあ、転職もそこ同じなのかなっていうふうに今話聞いてました。まあ、まさにおっしゃる通りだと思うんだけど、意外とこう転職フェーズになるとそこを忘れて、さっきの1番2番だけで最低限勝負しちゃうっていう人がいて、3番が結構大きな分け目だったりするので、そこは結構気をつけると思います。確かに確かに。結構転職だとエージェントとかで1対1でフォローしてもらえたりとかするので、まあ、そこでしっかりなんだろう壁打ちだったりとか付き合ってもらえればいいのかなっていう気もしますし。そうだね。まさに壁打ちはすごい大事だと思ってて、だから僕らがキャリア相談やってるって話にもなるんだけど、そもそもさっきの、まあ、人間性の部分だったりとかポテンシャルの部分、特に2番が一番大きいかな。やっぱり自分のスキルとか経験を棚卸すって自分でなかなかできないから悩んでる人が多いと思って、ただそれが例えば採用経験がある人とか、まあ、僕らもそうだけども、そういった人間に対して壁打ちをしてお願いして、こういう経験ってどうアピールすればいいですかねっていうことをやっていくと、だんだんそこの過去の経験の棚卸し、スキルの言語化、ポータブルスキルの言語化っていうところができるので、その経験を踏まえて持ったもので転職活動するか、それともしないのかで大冒険を差つくんで、まず一回その信頼できる人で、身近な人にいればそれでもいいし、いない人は僕らのキャリア相談サービス使ってもらってもいいですし、そういった形で必ず人にちゃんとこう壁打ちをして、自分の言葉を言語化する作業を手伝ってもらうっていう方がはるかに早いし精度が良かったので、それは絶対皆さんやってもらいます。確かにそうです。なんか就活そこはちょっと違うなと思うのが、就活って過去の学生時代の経験を棚卸しして、かつネットにいっぱいこう事例が転がってたりするじゃないですか。確かに。だからそのフレームに沿って見よう見まねで、例えば佐々木さんの動画とか見たりとかして見よう見まねでできちゃうと思うんですけど、転職って結構難しいなと思って、というのもやっぱもう業界とか職種によって全然違うんで個別性が強いじゃないですか。だから僕自身こう棚卸ししている作業やっちゃったんですけど、転職の時にすごい言語が難しいし、一体何をアピールしたらこう相手に刺さるのか、専門的すぎる話でも良くないし、簡単すぎる話でも良くないし、バランスは難しかったなって思いますね。そうだね、もうおっしゃる通りだと思うから、そこはやっぱり特に転職領域、社会人になってから抜け落ちてくるポイントだと思うので、皆さん改めてこうポイントなんだなっていうのを今日認識して動くといいのかなというふうに思います。そうですね。最近は毎日つくさん切れそうでやられてますもんね。そうだね、毎日も同じもの働いてると変な話また同じ話してるのが多いですもん。そう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 。結構ね、やっぱ型が決まってきてて、今日は 1,2,3 の話とか、まあほとんどの人にどれかしらはしてる気がするし、だけどそれができてない人が本当に多いので、人と話す経験っていうのはマジで大事なんだ。確かに確かに、そうですね。ありがとうございます。まあ3つ目が相手のことをしっかり知るっていうところ、まあ、自分だけじゃなくて相手のこともしっかり知った上で面接に臨むといいよっていう話だったかなと思います、はい、ありがとうございました、はい、では今回はまとめに入っていきたいんですけど、まあ、3つ、1つ目が人間性、2つ目がポテンシャル、で3つ目が相手の、業界だったり、相手の会社だったり業界のことをしっかり知っておく、まあ、この3つを押さえた上で臨むと未経験でも転職するチャンスが広がるよっていう話だったかなと思います。そうだね、本当今業界構造的には、例えばベンチャーとかスタートアップの領域だと人が足んなくて、やっぱり動けばチャンスはあるっていう業界、でしかも結構皆さんきっと思ったんですけど、この3つ当たり前だったって思いません？当たり前のこと、考えてみれば大事だと、言葉だけ、そうだけどこれすらできてない人たちが結構多いんで、相対的に多分すごく転職しやすいんですよ。ああ、なるほど、はい、だから毎日キャリアとかも同じようなことがあるんですね。キャリア相談来た子たちはやっぱりいい説に出る子が多いですし、そこをしっかりと相対的にね、あんぐらいの対策だけでもすれば差がつけるんだって認識してもらって動くとチャンスあると思うので、まあ、今日の動画をきっかけに頑張ってもらえたらいいかなと思います、
まあ、ぜひじゃあキャリアすすけさんと話したい人、キャリア相談の方に概要欄から入っておきますので概要欄の方にはい、ぜひちょっと僕が担当できるかどうかわからないですけど、はい、キャリアのプロがそうなりますので。で本当に僕もあのやられてる方知ってますけど、本当にキャリアのプロの方です。たつきさん以外にも転職経験の支援 が豊富な方が入っているので、ぜひ応募いただければと思います。はい。はい。あ、それでは今回の動画は以上にしたいと思います。それではまた皆さん次回お会いしましょう。See you next time. バイバイ。今回特集社会人視聴者限定で、プロコーチングスタッフに無料でキャリア相談に乗れる機会を提供いたします。こちらはベンチャーから大手企業まで幅広くですね、300名以上を支援実績のあるプロのコーチングスタッフになっております。こちらは転職目的でなくてもキャリアに悩める方全ての方が社会人であれば対象になっておりますので、もし希望される方は数に限りが多いですので、お早めに概要欄の方から応募してみてください。皆さんのご応募お待ちしております。